はい、どうもスインガーチャンネルです。今日は K2& スインガーの、ショーの舞台裏後編ということで、会場の外なんですけどね、引き続き、僕たちのショーケースの舞台裏を、お楽しみください。はい、それでは後編どうぞ。どうぞ。僕たちの K2& スインガーの出番は一部の3番目なんで、23時45分会場オープンで、ショーケースが始まるのが12時10分ということで、ゆっくりする時間がない、大変です。あっという間に一組目が始まっちゃうというね、着替えたらすぐ一組目のショーケースになっちゃうというね、スタンバイ中です。はい、ケース君意気込みをどうぞ。倒します。いや、これ2チーム目なんで、もう次やばい。もう早い。もう次だ、早いよ。踊りやった。疲れた。お疲れ様です。今4番目。待ってた。あ、マジですか。ミスタテイクさん。ごまかせた気もしねえよ。一球目のサビのところまではまだ体力持ってたんですけど、フロアやった後の、あの次のサビが、サビからもう死んだ。5分あっという間でしたね。やばい、早い。早すぎた。本当にやばいね。結構まあなんかお客さんの入り具合はここまで、まあでも普通の会場だったら、ね、いるぐらい、結構満員近い、クラブイベントだったら結構満員近い、入りだったので、まあキャパは広めでしたけど、まあ歓声はぼつぼつ聞こえた、うん、なんかショーの動画はちょっと著作権で多分音が鳴らない可能性が高いので、まあフルではちょっとお見せできることできないですけど、ちょっとその辺もね見ていただければいいかなと思います、うん、試合開催したりペーパーさんが、クラッカーそうで何も行ったりとかするんですけど、まあ来年も23年度も、頑張っていきますので、引き続き応援の方よろしくお願いしますということで、はい、改めて今日一日皆さん最後までお付き合いありがとうございました。ここからは DJ タイム、 DJ スエケルイジよろしく。はい、ということでね、いつもは野球の総評ですが、今日はあのダンスのイベント、アクティビストの総評プラスK2&スインガーのちょっとね振り返りをちょっとやっていきたいなと思います。
で、まあ、今回はねルーティーンの合わせ良かったかなって感じですね。結構なんかここミスったとか特になくしっかり、シルエットの部分も、まあ、関節から動きを出していくっていうことをちょっと意識して踊ったんで、まあ、その辺に関してはまあ大丈夫かなって感じです。まあ、ただちょっと自分ねソロがねちょっとしくったなっていうか、自分今回のソロパートの部分ちょっと考えてなくて、仕込むのを忘れたんで、ちょっと結構48のソロちょっとグダグダになってしまったなっていうのが、まあ個人的なちょっと反省点だったので、ソロをやるときはまあ次からある程度のストーリーをちょっと考えて、次のね、まあ、イベントもし案件が来たら、考えようと思います。はい、アクティビストっていうイベントは、まあ、ヒップホップアンダーグラウンドパーティーっていうね、サブタイトルでやってたので、まあ、結構ね、ヒップホップゴリゴリの重っこいヒップホップのチームが結構出るのかなと思ってた、まあ、そうもなくて、まあ、もちろんメインはそのヒップホップメインのイベントだったんですけど、こうソウルチックな、チームもあればジャズのチームもありましたね。あのセカンドショーケースのね何番目4番目か5番目かちょっと忘れてたんですけど、ジャズで踊るコーテンポラリーの4人組のダンスチームがめっちゃなんか良くて、表現力めっちゃ豊かで、でそのシルエットもう関節もう頭からつま先までもう全部ビシッてね決まってるチームがあって、そこがめっちゃ今日のダンスショーケース見た中で一番なんかすごい良かったなって思いました。言うまでもないですけど、やっぱねニュースクールオーダーの拓也さん、ワッパーさん、そこがやっぱりエグかったっすね。本当にレジェンドっすね。あそこは本当感動っすよやっぱ。でなんか今回ねクラブつったっていうね、本当にすごい広いステージで踊ることがねできて本当にもう感謝です。緊張はね本当にしなかった会場着いたらもうすぐショーケースだったんで、一瞬で会場行って一瞬でショーを踊ってみたいな。でその曲5分ぐらい今回あったんですけど、その5分間もねあっという間だったっていう、本当になんか今回のイベントはあっという間だなっていうか。でもやっぱダンスって楽しいですね。やっぱ人前でショーをするっていうことがね、なんかそういうショーをすることによってやっぱ見てるお客さんにやっぱ感動を与えたいし、これからも与え続けたい。まあ自分は結構ねパワフルなダンスで、まあエネルギッシュなダンスをちょっと見せるのがメインとしてるので、やっぱ元気をね与えたいですねこれからも。なのでまあ、これからもねそういう本当に元気づけるような、パワームーブをこれからもちょっとやっていきたいなと思います。基本はね野球系 YouTuber ですけど、ダンスショーケースのね機会があればちょっと今後もね撮っていきたいなと思います。野球用語は一切ございません。川崎駅の川崎宗則ぐらいしか言ってないから今日以上スインガーチャンネルでした。本当にご視聴していただきありがとうございました。